よし。久しぶりやな、FPS。操作方法が大丈夫かな？まあ、慣れだろう。とりあえず、走れて打てればいい。そんな感じ。操作方法が、あ、こうか、こうか、なるほど。まあいいや。どっから行こう。どこでもいいな。だいぶ押してんね。いい地点から行こう。わあ、わあ、懐かしい。久々すぎて、ちょっと。死なないよ、俺は死なない。久々すぎて、わ、操作方法がちょっとよくわかんないな。これで OK。よし、行こう。待てよ。桂線。芋砂？いや、戦犯じゃない。ちょっと待って、そういうこと言わないで。そこは危険だ。桂線距離、どうやって変えるんだったっけ？ よし、目標フォックス。訪れしてない？大丈夫？うわ、ちょっと待って。ちょっと待って、隠れよ、一回隠れよ、よし。危ねえ。いた。くそ、ちょっと、久々すぎて、もう、操作方法がやばい。ちょっとまずいな。桂線距離変更はどれだったかな。どれでやってたかな。まあそのゲーム上はね、ゲーム上は、あ、違う、どれだったかな。桂線死なないぞ俺は。どれで変えてたかな。シフト違う。ちょっと待てよ。これか？あ、これはこれか。いや、ゲップぐらい許してほしいです。桂線距離75メートル。ん？どうやって帰ってたっけ？そこだ、危険だぞ。あれ？全然思い出せない。っていうか何も反応せんな。
くな。そこは危険だ。え、これじゃないのか。違う。なんか変更してたな。どれに設定してたっけ。 F キーにしてたかな。よかったじゃん。あ、違う、これじゃない。あれ？ちょっと思い出せないな。うわ、どこに設定し、ちょっと待って、シム6見るか。シム4だったな。いや待って、ちょっとそんなこと言ってる場合じゃないんだよね。そんなこと言ってる場合じゃないっていう。 5しても変わらん。覗きながらか。いや違う、一回抜けるか。ちょっと迷惑をかけすぎる。一回抜けよう。ちょっと待って、キー設定が思い出せない。 5?フラッシャッティング、スクロールダウン。ちょっと待ってよ、練習モード行こうか。ちょっと違うんだよ。だからコンバーター噛んでるからキーボードの操作方法が分かんなくなってる。パッドじゃないから俺。おかしいな。これがちょっと戻らんことには戦えないぞ、スナイパーで。いや、背伸びしたらパッドになるんだよ、逆に。俺はこれが操作しやすいからやってるの、マウスが。残念だけど。
ライアルか、ちょっと違う。武器選択して自由にやりたいんだけどな。ちょっと。はい、射殺今の死まあそう、殺すなってすぐに。俺だって行きたいんだよ。あー、ちょっと待てよ。あ、違う。5は多分あれだな、多分あれだ。だとしたら 9? ああ、 G スポットな。 L シフト、ここのシフトだろ。タブ？これ、ああ、これが、うん。あれ？いや、まあ、いや、あのね、だからスナイパーライフルの継戦距離を変更できないんだよね、なぜか。なんでか。75メートルから変更できない。スコープのせいなんかな。いや、違う。うん、わかった。モーターで、この間言わなかったかな。おかしいな。いや違う。いいじゃないですか。いいじゃないですか。くださいよ。あ、そうか。まだこれ初期武器だから、そもそもなんかそういうのがないのかもしれんな。ちょっと、カーでやってみるか。あれできねえな。やっぱりおかしい。継戦距離選択ができてない。これができない。ちょっと一回ちょっとパッドでやってみるか。上、あれ
パッドで。Gefahr! Da drüben! ん？パッドでも経線距離変更できないのか？え？ 70… え？ちょ待って、どう…Seht ihr das? Verdammt gefährlich!どういうことだ？こちらは全ての目標を抑えた。下、上は？Wir halten alle Positionen. Bring mir's zu Ende. 上ボタンが反応しない。なぜか。ちょっと待って。謎。ん？上ボタンが反応しないぞ、これ。上ボタン何もないのか？おかしい、パッドでもおかしい。上ボタンが反応しない、なぜか。いるな。ちょっと待って、コンバーターの調子が、あ、悪いぞ。なぜだ？これか、やっぱり。じゃあ何ボタンで変えるんだっけ。違う、シフト LLL。 あれ、超困るな、これは。非常に変えられないな。とか今の。これはしんどいな。なんだこいつもまとまって行動してんな。いいぞ、仲いいな。あ、わかった、これか。オッケーオッケー、わかったわかったわかった。よしよし、やっていこう。といってもスナイパーで突撃してもな。敵影はない。D 地点、 D 地点近いな。 D 地点をちょっと近くから狙撃しようか。 OK。 警戒を強めろ。目標ドッグが失われた。ドッグが取られたな。ここから攻めて来てくれたら助かるな、だいぶ。来ねえか。目標イージーが敵に襲われている。ビール飲んでる時に来るなよ。一発またんね、一発またんね。やべえ、
え、後ろ、ちょっとスナイパーやるにはちょっと勘が戻らなすぎる。地位置点から復活。あ、いかん。まあいいや。くそー、回線が悪いからラグが起きてんのか。全然当たんなかったな。でも一発は当たったけどな。味方がやられてる。あ、クリアしたか。地点が A 地点でも味方だいぶいってるからな、なんとかなる。あー、でも空き位置が変わるな。これで A 地点ちょっと戻ろうか。 A 地点の奪還に移ろう。ガッ、戦車がいた。戦車を任せた。俺は知らん。いた。うわ、クソ。あー、終わった。まあいいや、勝ったからいいや。なるほどな。三角長押しか。これでなんとかスナイパーでも立ち回れそうな気がする。やっぱ、え、やってないよ。あいつもやってんの BF。やってない。一人でやってる。ようやく操作方法の勘が戻った。あいつ俺を狙ってきたな。俺にすり寄ってきたな、とうとう。あいつもちょっと、まあ気が向いたらあいつのセッション行ってみるか。この戦いが終わったら行ってみるか。麦もやれよな。難しいか？そうか？ああ、そうだ。え、今、パンイチから聞いたってこと？今。あ、いや、まあ、出るもんはしょうがないじゃん、だって。我慢さ、体に悪いからさ。めっちゃ笑った。おお。注意しろ、戦車だ。はい、ヘッショ。よーし、来た。あーん。いやー、あいつとの出会いはなかなか、なんて言うんだろう。面白かったというか、まあ、あの時は本当に楽しかったよ。
毎日が。いや合わせない、俺は体は常に絶好調でありたいから合わせない。いやグラセフ始めた時はね本当になんかすごく面白かった。いやあのねやっぱそのグラセフってなんか仮想のキャラクターをなんか自分に見立ててなんか第二の世界でなんかこうできるみたいな、第二の世界を仮想現実を築き上げるみたいな感じがあるんだよね。車買ったりマンション買ったり車をカスタムしたりとかさ、いろいろでなんかボイチャとかで人と熱い人とさ出会ったりとかそういうとこもあるからなんか本当にね面白かったよ。だからあいつと出会って俺も良かったのかもしれないね、俺も楽しめたかもしれない。あん時のあいつはだって今ほど丸くなかったからね、尖ってたというか、尖ってたって言ったらちょっと語弊があるけど、なんかそれに近いような感じではあったからな。よし、切る。まだいんのか、あの辺に敵が。フレアでも飛ばしてみるか。いないな。B 地点に移動してる。ってことは、C 地点、な、な、で、あ、味方か。C 地点ぐらいが危なくなる可能性があるから、ちょっとこの辺から攻めようかな。味方が守ってんな。ならこっちもまあ任せて大丈夫。ってことはこの E 地点を狙いに来るやつらがいてもおかしくはないだろう。こっからね、こっから来そうな気がするんだけど来ないな。ええええ、ちょ待って、痛い、マジで痛。うわ、めっちゃいる、めっちゃいる。くそ、うわ、くそ、やられた。ちょっととりあえず操作がちょっと思い出せないからアサルトで、アサルトを使って練習しようかな。 STGSTZ なあ。あ、選んじゃった。もういいや。よしよし。まあ、レートは遅いけど、まあいいだろう。うわ、なんで俺だ。あ、蘇生来る。あざす。ありがとう。サンキュー。これコンバーターの宿命、こう命令とかこう合図を出しにくいっていう。STZ で行こう。A 地点了解しました、隊長。行きます。A 地点に突撃せよ。続けー、ゴーゴーゴー。手榴弾投擲。火炎瓶だった。まあいい。ん？いたいたいた。横から、横から来る。蘇生は無理だろうな、多分。
隊長、いい地点が取られそうになってます。あーでもこんだけ味方分、他の分隊が行ってるんだったらいいか、いらないか、いい地点は援護いらないから、じゃあ A 地点で湧いて殲滅する、敵を根こそぎ狩り尽くす。うんにゃぐぬぐぬぬぬぬ、くそ、やっぱスナイパーで行くか、スナイパーライフルで行こう。シーンって、そう、あ、そうだ、オミケンさ、俺思う、そう、お前に言おうと思ってたんだけど、お前のさ、はい、ヘッショ、いただきましたね。お前のホームページ見たけど、なんか購買威力を借り立てられないんだよね。そういう風にしてるわけ？なんか別にあれでマーケティングしてるわけじゃないってこと？お前のあれは。いや、後ろ？くそ。まあでもこんだけ久しぶりにやってこんだけ兵士が入るってことは、まあ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 いいだろう、まあまあいいだろうと思う。うっそ、当たんない？押しないスキル。はあ、銀行用に、要は融資とかを受けれるようにってことか。だからマーケティング戦略のために立ててるわけではないってことか。ああ、まあそうだろうな。え、じゃあその一番安いコンテナとかでいくらするの？それも3桁ぐらいするの？3桁万円ぐらいするわけ？わかった、よし、やっぱそういう、あー、やっぱ企業向けなんだね。いやけど金額によってはさ、個人のユーザーも取り入れられるんじゃない？俺ね、0から1を作ることは苦手だけど、1を増やすことって結構好きなんだよね。だからなんか改善の余地あるんだったら改善した方がいいんじゃないかなと思う。永遠のゼロってなんかあったね、ドラマが。ああ、まあ、安くないとして、だからそのいくらなん、その例えば安く、 そんなにこだわってないコンテナを買うだけ、なんかオプションとかやたらつけずにするだけだったらどんぐらいになるわけ？3桁いく？コストがね、いや安いイメージはないよ、コンテナに。安いイメージはないけど、イメージでは30万ぐらいかなって思う。その何もいじらずにただただコンテナだけをポーンと買ったら30万ぐらいじゃないかなと思う。ギリ逃げた。ああ、じゃあ80とか90ぐらいか、安くてな。ああ、ちょっとやっぱ手つけられんのやな、一般
個人客としては何の話だって、このオミケンっていうのがあのコンテナをなんか改装というかまあいろいろしてなんかこう売ってるんだよ、なんか秘密基地にしましょうみたいなとか感じで、まあそのコンテナをなんか塗装したりとか内装変えたりして売ってるんだよ、その社長さん。あーまあなあ、輸送はかかるだろうな、輸送だけで2桁万円とかいきそうだもんな。いや それってさ、その元々のコンテナってあれできんの、そのなんかこう中古のコンテナを買ってそれをなんかこうなんか綺麗に塗装とかし直してなんかこう安く売るみたいな。俺ずっと仕事中考えてたんだよな、なんかってなんかもったいないよなと思って。いた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 、いたな、あれヘッショ狙えるな、こっち気づいてねえぞ。うわっくそ、ああ他の分隊員が突っ込んでしまったか。分隊員じゃなくて他の分隊のやつが突っ込んでったか。ん？どういうことどういうこと？ん？それはどういうこと？建築確認、そう建てられる、あーまあ特殊なのはわかるけど。だからなんとか個人向けにできないのかなっていう。ああやっぱできないんだ。あの辺敵いるな、あの辺ちょっとやるか、あいつ止まんねえかな、くそ。なんとかさ安くコンテナを法律でできないんだ。へえ、命中、くそ胴体か、味方、あれなんだ、あれは違うか。ああやっぱ個人向けにはできないんだな。だったら俺はワンチャン思ったのがなんかこう企業向けのレンタルコンテナは面白いんじゃないかなと思う。それこそさ欅坂の風に吹かれてもっていう PV で結構コンテナ使われてたんだよね、 PV の中で。でコンテナって結構やっぱなんかちょっとアウトローというか、アウトローではないけどちょっとさなんかこうちょっと日常から外れた演出に使えるじゃん。ああなるほどな、建築になっちゃうのかよ。戦車が来てる。掘ったて小屋とかでもそういうあれになるってこと、結局はプレハブとかってのも結局そうなっちゃうってことなのか。近いな。
やるか、ハンドガンで。続け。はい、ハンドガンでヘッショー、おいしい。命中。くそ。次は次か、いか。くそ。なんとかさ、なんでいや、ちょっと待って、操作がさ、やっぱその勘が戻ってないから、そう許してよ、そう言うなよ、そんなこと言うなよ、勘が戻ってないんだろ、俺だって分かるやん、そんな。F 地点了解しました。あれ破壊された。え、破壊されるんだあれ。へえ、ていうかめっちゃ戦車来てる。あ、いた。アウチ。フレア持ってるよ。当たり前だろ。スナイパーの基本。フレアとビーコンはスナイパーの基本。いや、蘇生来なくていいぞ。来なくていいぞ、分隊員。よしよしよし。あ、死んだのか。どんまい。戦車か。かといって、俺一人。突撃兵でいっか。こんだけ優勢だったら突撃兵で突撃してる方がチームのためになりそうだな。スナイパーでシコシコやるより。うわ、くそ、変な位置湧いたな。あいつさえいなければあのスナイパーやれた。あ、ありがとう。あざす。蘇生あざす。聞こえてるかな。聞こえてたらありがとう。戦車がきついもんな、なんだかんだ言って。わっ、なかなかあれやな。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。聞こえてたらありがとう。早くスナイパーガンガンできるように勘が戻りたいな。そうな、短いな。はかなく消えていくな。秒で消えていくもんな。セミでも1週間持つのに。敵がいた。そうだろう。見えるか、そこは危険だ。うわ、いた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 、まだいた。よし、キル。ふう、ようやくキルができた。来ないな、動きがないな。警戒。あ、いた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 。こっち来い、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 こっち来い。来た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 。ラグい、ラグい、ラグい。くっ、ラグなのか。結構当てたはずなんだけど。思いのほか当たってなかったか。いいぞ、やれ。タコはさ、久しぶりだな。 FPS いいぞ。見なかったことにしてくれ、本当に。記憶を一回消そう。時を戻そう。
ぬえ。武器多分 STG じゃないんだね俺は。多分 STG じゃない、 STG じゃないよ多分。機嫌いい、久しぶりの、あの STG じゃない、 FPS だからな。久しぶりの FPS だからちょっと機嫌はいい。レートが高くて、あー、M19、 レート下がった、これもしかして。レート STG の方が上、こんだけしょぼかったっけこの武器って。セミオート、あ、これ M19 だよ。 M19 って、あー、多分俺 M19 がアサルトの中では好きだった気がする。久しぶりの、FPS だからな、興奮してる。あ、いかん、 B 地点取られた。 B 地点突撃します、行きます。聞いた？俺は上から行く。うわーって言って、上戦闘車両がいるのか。こっから行くか。敵なし。あ、オッケー。 B 地点敵いませんね。とりあえず奪っとこうか。あ、楽勝で勝てるなこれ。楽勝だな。ウェーイ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 。え、範囲内に敵入ってきた。いたいたいた。くっくっ、くそ、くっ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 。あ、頼む、あ、あざすー。あ、勝った、オッケー。ちょっとパンチのとこ行ってみる、邪魔しに行ってみるか、あいつのとこ、あいつのとこちょっと邪魔しに行ってみよう。いや違う、ドキドキ、そういう作戦じゃなくて、あのガチで、ガチでちょっと久々すぎてちょっと勘が戻らんだけん。嘘、9時まであと30分か。なんだ、あー、そうか、あいつ勉強しなきゃいけないのか、外事だから。バカだからな、勉強しなきゃいけないんだな、かわいそうに。ガチやぞ、あの一時期はもうちょっと、もうちょっと頑張れてたんだよ俺も。アーカイブとか見ればわかると思うんだけど、もうちょっと結構頑張ってたんだけど、ちょっといかんせんもう1年以上ぶりだからいや俺はだってもう勉強したところで、だところで勉強したところでって感じだから、もうしょうがないじゃん。入れるかな。ちょっと待って、 PS 画面戻ったな。
違う。どうすればいいんだこれ。どうやって入ればいいんだ。あ、違う。招待送った。あ、ちょ、間違えた。ちょ、間違えた。ちょ、麦。ちょ、いかん。違う。ちょっといろいろ間違えたな。ちょっとあいつの配信見るか。残ってるよ。ただ前のアカウントになってる。前のアカウントに多分ある。ただその他のボイチャしてるやつの声は入んない。ちょっと待って、前川さんってアイドルオタですよねってなんか聞かれてんだけど。ちょっと待って、どうやってセッション入るんだったっけ。どうやってあいつのセッションに入る。だった、これどうやって入るんだっけ。誰に言われてるんだって。何を。ああこれちょっとどうやって入るんだっけこれ。ああそう、あのお前の言うポンジュースとかの、ポンジュースの配信のリスナーに言われてる。だからここじゃなくてポンジュースの配信。あいつの久しぶりにあいつとやってみるか。勉強しなきゃいけない。落ちるらしいな。じゃあちょっと入るか。他のチーデス行くか。え、それやり方が分かんなかった。やり方が分かんなかった。ヤングヤング、ヤングヤング聞いてたか。もう
あれだね、チーデスは突撃兵って決まってる。最高。ねえ、軍隊からの蘇生はセンスがないからな。あ、負けた。突撃兵ってだってそれが取り柄じゃん。だってだっでいきます。ここチーてか BF でチーですってそもそも経験が少ないからそもそも論経験少ないからちょっと立ち回りわかんねえんだよな。マップの構造もわかんないし。どっから敵が来るかわからん。敵が主のメイン戦場が分かんない。いた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 。くっそ、やっぱ STG ほど安定しないな。いた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 。にゃん。おお、ヤングヤングやるな。あた、え？当たんねえ、やっぱラグいな。ちょっとこれあれだな、 BF チーです初めてすぎて全然わからん。うわあ、そこいたな。ただ継戦距離じゃないから。ちょっと待って、よそ見してた、ごめん。今のは
俺が悪かった。先手いや、まあそう言うなよ。今ちょっとなんか崖登ろうとしてたとこだから今のはしくったな。いかん、これ絶対チームに迷惑かけてるな。まあ許してくれ、許してくれるよきっと。ダーク？ほのかか、ダーコノか。あーなるほど。痛い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 、いやいやいや、ニョック。ちょっと待ってきついな。崖登ろうとしてないよ。そうそうそう、他人族でオナニーしてるみたいな。真面目に、ちょっと真面目に、ちょっと集中しよう、集中しよう。マジでキルできてないからな。なんかこの辺から撃たれた気がする。気のせいか。防空壕がいっぱいあるな。ちょっと待って、集中しよう、集中しよう。胃の中の数、大会を知らず、そう、不自由を知らない。うわ、めっちゃいる、めっちゃいる、2人いる。くそ、まああいつは無視でいいか。まあ守備範囲はイチローを凌駕したっていう。守備範囲だけで言えばイチローを超える。くそ、スナイパーか。光ってたもんな。あれは勝てねえわ。いかいかいか、ちょっと休憩、休憩、休憩じゃなくて、ちょっと待って、一回立て直す。痛い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 。後ろから。くそ、きついきついきつい。うわ、わかんねえな。いや、せめてなんか1とか2とかなんか数字ついて、0はちょっとかけても0だからそれは厳しい。この辺赤点ついてたね。ん？いたー。うわ、くそ、やっぱ STG じゃねえとさ、久々すぎてちょっとブレるな、だいぶ。ちょっと待って、ションベン、とりあえずションベン、とりあえずのな。
よいしょよいしょ。ちょっと俺やっぱチーデスじゃないことが判明した。チーデスは無理だ。ヒストリーデイタロウ、ヒトリーデイタむちゃくちゃなんだよ、もう無理やりすぎ。うずらの卵串フライ食べる。スーパー行ったら半額で売ってた。ちゃんとタンパク質も取らなきゃね。うん、うまい、まあまあ、やっぱ俺はコンクエやな。渋いか？結構あれじゃない？結構あのおしゃれ系じゃない？うずらの卵って。こんなツルツルじゃないし、小さくないぞこの脳みそは。お前ら同じこと言ってんじゃねえよ。同じようなこと言ってんじゃねえよ。待機中か。更新。あ、入れた。よしよしよし。このマップちょっとやったことないぞ俺。ただ甘いな味付けが。ちょっとしょっぱい方が好きなんだけどな俺。分担員よろしく。仲良くしてくれよな。あばよ。またお前は忙しいのか？どうせすぐ帰ってくるんだろう。ん？いや、これ古い方じゃなくない？ミーネコとは永遠に結ばれないから安心してくれ。ねえよ。分けねえよ。一人で食うよ。いや、これアカウントは新しい方だよ、これ。あ、変えた変えた変えた、戻したモンハンの方に。古い方は、古い方もモンハンだけど、あれちょっとドヤ顔で笑ってるのが古い方。分隊長に任命された。ちょ待てよ、ならちょっと作戦を考えながら行かないかな、分隊長として。
まあ D 地点より C 地点の方が有利になるんじゃないかと俺は思ってる。フレア焚きます。いたいたいた。嘘、当たんない。そう、なんか死ね。煙幕外事のもめ。いや全然見えない、全然見えない。うわっ、くそ、隙間を縫ってきたな。うまいなあいつ。よし、ここナイス、脇位置ありがとうございます。今当たんなかった。懐かしいな。まだ俺が岡山にいた頃の話だな。うっ、くっそ。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。ビーコン置いとくか。一応湧きやすいようにな。味方も湧きやすいように置いておく。いたいたいた。ああそうか、戦闘車両か。助けてー。ありがとうございます。撃つな。あ、煙幕ですね。ありがとうございます。知ってた知ってた。いたいた、あそこいるな。顔出せ顔出せ。逃げたか、逃げたな。あ、ちょっと待って、 C 地点確保。あ、ちょっと待って、 A ん、A 地点、 A 地点が、 A 地点行こうか。目標を抑えろ。なんか一瞬敵が見えたような気がする。ああ、フレアないな。弾切れか。保存しねえよ。保存しない、あんなもん。もうだって別れたらもういいじゃん。だってそれだ、それまでだよ。あまり深追いはしないタイプ。深追いはしないタイプってことでもないけど、ってわけでもないけど、ってわけでもないけど。2階にいるぞ。ちょっと追いかけようか。降りたか、下に降りたか。でやっ、やっぱ惨めな姿ってね、いつまでも残しておくべきじゃない。あ、すいません、蘇生を、蘇生を。ああ、無理か。忘れようぜ、もう女なんか。過去の女だよ、所詮。所詮は過去の女。よし、目標を抑えるぞ。何、惨め？惨めに生きてるってこと？惨めって読むのかな。まあ、
でもまあ元カノとなんかそのなんかそういつまでもグダグダやっててもしょうがねえじゃん。だって目標クリア、じゃあ次は D 地点行こうか。目標を守り通すんだ。もう別れた女だぜ。もういいだろう。いつまでもぐじぐじ言っててもしょうがねえじゃん。だってハイオクを見下ろす丘、拠点クリア。じゃあ C 地点行こうか。目標確保するんだ。道の流れ的にこっちから、ああでもこっちからだいぶ攻めていってるからこっちから攻めるか俺は。いやもう1ルートあるな。 B 地点からこっちに来るルートがあるからそっち行くか。ああ濃いなあ。なかなかしようと思ってできるもんじゃないからな。でもな、え、登れない。え、登れないのか、このガキすら。痛い、上に行ったのは死んだ。下にいるやつ痛い、いるな。出てこい。フルアタック。よし OK だね。いや、あの付き合う前、号泣したときは付き合う前。ああもう末期だよね。それもうゲーム楽しんでないよ。ゲーム楽しんでない証拠だよ。俺はもう、あ、今日帰ったらこれしようって決めてるから、基本的に。あざっすー。蘇生あざっすー。生き返っていく。そしてちょ逃げたい逃げたい。ちょ一時戦場から離脱する。あのいろいろあったんだよ。わあ大好きだった。黒霧かイチコ飲みながらだったね、確か。普通にちょっともう、あの、失恋話だけしとこうかなと思ったら、ちょっと、感極まって、泣いちゃったっていう。うん、もうそういうこともあるよね。あるある。A 地点取りたいな。なんか、立地的に A 地点取られてるのはちょっとセンスないぞ。いや俺いつも素直だろうが。俺はいつも素直だぞ。そうだろう。なんか今敵がいたような。味方か、気のせいか。ただ範囲内に敵がいるんだけど、うえっ、そして来るよね来るよね。14メートル、あとちょっと。15、離れていく、近づいて。ダメだ、見捨てられた。
ちょ待って、もう完全に感覚、あ、E 地点と F 地点取られてるね。ちょっとこれ挽回しようか、うちの分隊だけで。F 地点とりあえず行こう。目標を抑える。うちの分隊はとりあえず F 地点。EF を取り返そうぜ。PK、あったはず。あったはず。あったはずだよ。いたいたいた。ん？ん？ん？倒した？ナイスー。味方打ってもダメージ入んない。入んない。ダメージ入んない。よし、次 E 地点行こう。味方打ってもダメージ入んないし、それじゃあキック対象にならないと思う。それぐらいじゃあ。何分も何分もこう放置プレイとかしてたらなるけど。よし、ここも敵いないね。じゃあ次は D 地点だよな。 D 地点、うちの分隊だけは D 地点行こうか。よし、目標を抑えるぞ。 FF？ FF って何？あ、いたいたいた、敵発見。ナイスー。まだいる。よーし、キル。ヘッショ決めていくー。フレンドリーファイヤー、あー、それはないね。フレンドリーファイヤーってコールオブデューティーだけじゃないの？だけというか、コールオブデューティーは確かあるけど、あのハードコアモードだったら。ナイスキル。コールオブデューティーだったらあるけど、 BF でフレンドリーファイヤーは聞いたことないな。ないやろね。多分ないはずだよ。聞いたことない。次は？ん？待って、D 地点。まだ D 地点確保できてねえや。C 地点。C 地点取ろうか。へぇー。てか PS2 の時に、オンラインモードがあったってことを知ったのが2年前ぐらい、2、3年前ぐらいっていう。くそ。出た出た出た。はい、ヘッショ。いいね。完璧決まってたね、今。痛い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 。そこだ、危険だぞ。痛い痛い痛い、待て。よっしょ、2枚抜き決めていく。うっ、へえ、電話回線なんだ。へえ、 OCN とかっていうこと。崖の上から敵が来てるね。よいしょ。くそ、ちょっとずれたか。崖の上、いた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 。くそ、ナイスキル。 B 地点が近いな、思った以上に。ちょっと待てよ、状況か。うん、いや、後ろにいた。だからあれでしょ、あのウィーレとか、なんだっけ、ラグナロクオンラインもさ、プレステ2あったよね、確か。なんかそれもあれなんでしょ、なんかあのオンラインでやってたららしいじゃん。
は？お前とだってポンジュース同い年だぞ。 ほぼほぼ変わんねえだろ。F 地点確保完了か。敵なし。じゃあ E 地点行こう。目標を確保するんだ。そうだったっけ。いや、あの正確な年齢はあの知らん。お前らの知らんし、男の年齢なんか興味ないから分からん。そうなんだ。なんか銃声が聞こえるんだが、どこだ。 E 地点か。いるな。クリアした？OK、ナイスー。そうだったっけ。な、男の情報とかも気持ち悪くて覚えられない主義なんだ。ごめんけど。 D 地点を攻めるぞ。フレアを焚いていく。ポーン。いるな、いるな、いるな。くそ、いた。いたいたいた。ナイスキル。近い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 。当たんね、当たんね、当たんね。くぅ。勝てねえか。いや、いいじゃないの。男の情報なんか興味ないだろ。だってお前なんでいちいちクソチンコの情報なんか覚えなきゃいけないんだよ。ふざけんなよ。そっちの方がおかしい。待てよ。いやー、こうか。待てよ。どこに落とすかな。 B 地点に落とすか。よし、経過を見よう。あー、ちょっと待って、 B 地点落とそうだな。うわー、ちょっとしくったかもしれん。あー、いかん、死んだ。蘇生入る、これ。あ、来る。あ、ザッスザッスザッス。うわー、やっぱタイミング悪かったな。ちょっと ナイスキル、ナイスキル。A 地点攻め。 A 地点は近いか。いや、近くはないか。いた。あれがな。そう、戦闘車両からだな。ちょっときついもんな。すげえな。待って、 C 地点が攻められてる。おるやろね、やっぱおるやろ普通に。BF だっておもろいやん。だっていかんな。 F 地点が取られてる。挽回しよう。ドゥームとか何ですよ。ドゥームってなんか近未来戦闘感が半端ないんだけど。この次いい地点な。とりあえずフラグを奪ってからいい地点行こう。
なんで俺が検索しなきゃいけないんだ。めんどくさい。教えろよ、そんぐらい。出た、あっちだ。出てこい。出てこないか、さすがに。キルしたっぽいね。クリアか、状況クリア。よし、いいよ。で、ゴア表現って何？どういうこと？ゴアって何？ゴアが分からん。 D 地点が落とされそうだな。 D 地点行こうか。一応多分クリアしてるけど、多分残党がいるはずなんだよな。あ、ほら、こっち方向にフレアが来たってことは間違いなくいる。 D 地点を守ろう。痛い、やっぱな。クリアかな。ってことは、C 地点行こう。こっから B 地点行くより C 地点を守らなきゃ。多分 E 地点 F 地点がまた落ちるからね。同じことを繰り返したから、これ多分 C 地点を守った方がいい。はあ。へえ。それって結局FPS を楽しんでるんじゃなくて、そのゴア表現を楽しんでるだけじゃないの？違う。それって FPS 楽しんでるって言うの？言うの？デーモン、ああ、そっち系の FPS ちょっと苦手かもしれん。え、それって何？対人なん？それともあの NPC？ それは何、そのあれなん、結局 FPS じゃなくて、あー、なるほどな、 NPC 対戦か。なんか飽きそうだね。なんかでも武器の魅力が薄かったら飽きそうだね。やっていこう。ちょっと待って、俺分隊長めんどくさいんだよね。ちょっと分隊長他に任せよう。分隊管理、なんか、あ、ちょお前が分隊長だ。命令をくれ。
ああ、なるほどな。それこそレムナントと一緒の感じじゃない？レムナントとはまた違う？違う面白さがある？ C 地点了解しました。時間かかります。乗れ、ちょ、乗らしてくれ、なら、あ、ちょ、ちょ、ちょ、あ、あれ、ちょ待って、え、ちょ待って、乗れない、乗れないぞこれ、あれ、ちょ待って、乗れない。今の時でいいな。あれなんで乗れないんだこれ。コマンドが出ない。乗るっていうコマンドが出ない。満員もしかして。いや満員じゃないな。満員だって上に出るもん。あれちょっと待ってごめん乗れない。ごめん、うん、すまん行ってくれ。すまんもう俺のことを無視して行ってくれ。乗れないよ。なんでか。あ、乗れた。これでいいか。オッケーオッケー。どうせ、あんにゃ。どうせグラビアだろ、お前みたいな。クソカスは。知ってんだよ。くっそ、せっかく他の分隊員がさ、戦車乗れって言ってくれたのに、乗れなかった。乗るっていうコマンドが出なかった。とりあえず B 地点で湧こうかな。隊長命令をください。 A 地点了解。入江に行きます。イモスナ、とりあえずもうイモスナでゴリ押すか。なら怖い系面白いね。あいんや、戦死したことは分かってんだよ。戦場で死んでんだから全部戦死だろうが。怖い系見ないな。俺料理系とか結構見るけどね。 A 地点行こう。そう、フラグが破壊されるな。フラグじゃなくてスモークが。いた。当たってない今の。今のは外れたな間違いなく。いた。うわくっそ。煙幕うぜ。こういうな。あの崖の上とかいないかな。いた。よし、ナイスキル、ナイスキル、ナイスキル、いいぞ。クリア。A 地点クリア。攻めろ。よし。弾薬補給したい。弾薬補給したいけど。補給ポイントが見つからない。次の命令をください。隊長命令をください。了解。 D 地点に走ります。 D あ、いいだよね。おかしいと思った。この状況から D 行くと思ったけど、いいだよね。 OKOK 分かった。E 地点の近くにビーコン隊とくか。とりあえず、お、分隊ナイス、近いぞ、いいぞ。この辺に設置。 OK で、この辺からちょっと E 地点を狙う芋砂をするか。
うわい、ちょっと待って、ちょっと待って、どっか、あー航空機か、ただビーコンは焚いてあると。念のために焚き直し、いや、うん、いやリスキルはあかんだろう、リスキルやめようぜマジで。お前まだ走れる、いい地点の監視しろか、しろかって言っちゃった、いい地点ちょっと攻めれそうじゃない、なんか敵見えないんだけど、ちょっとワンチャンちょっといい地点の方に走っていっとくか、俺は一人で。ない速攻狙われた、いかん、いやー、なんでそっから敵が、スナイパーやるか、いや違う、じゃあ突撃兵やるか、突撃兵、スナイパーきついわ、ちょっと久々すぎて。あーあーって言うなよ、ビーチで、了解、ビーチで行きます、手榴弾投擲火炎瓶だった、いやちょっと待って、スコープ倍率が合わない、スコープ倍率が合わない、 1.5 倍かこれ、多分 1.2 倍ぐらいにしないと近接が弱い。でやっぱ STG の方がやっぱ安定するな、久々だから。 STZのカスタマイズ、うん、2倍かやっぱり、 1.5 倍、よしこれ、あ 1.5 倍、まだあれしてないのか、あったあった、スタンダード、 OKOKOK、 分単位で湧くで、ちょっと待って、俺は A 地点に戻りたい、 B 地点も攻めないかんけど、 A 地点の安全を確保してからの B だな、ここは安排取らなきゃね、これは A 地点大丈夫そうだな、よしなら B 地点直行しようか、 B 地点に直行しまーす、いたいたいた、あ、この距離よし、キル、久々のキルだな、 1.5 倍、よし、キル、いやーくそ、後ろからか、後ろからはきついな、当たったよ、超久々に当たった、敵に久々に当たったな、たまらん、やっぱアサルトだね、感覚戻すにはアサルトで行こう、しばらく突撃兵で行こう、ガナテソンタビックス、いたいたいた、ナイスキル、クソやべ、よし取れるな、これ B 地点取れるぞ、よし取った、 C 地点了解、 C 地点、
煙幕が焚かれたな。あの辺に敵がいるのか、もしかして。いないな。あ、煙幕焚きながら突撃してんのか。なるほどな、なるほどな。C1 に入ったら敵が多すぎるな。ちょっと端から角から攻めたい。あー、くそ。まあアシスト入ったからいいか。ちょっと待って、分隊蘇生、蘇生ないよね、ないよね。まあいい。これこっから逆転いけるか。結構きつくない？ C 地点 CD と共に取れなきゃ。え、嘘、やれてないあれで。そうか、アシストも入ってねえってことはやれてねえのか。マジかよ。ナイス蘇生、ありがとうございます。あの崖の上いたぞ、さっきこれやったやつ。いやー、 どこに行っても敵がいるな。どこに行っても敵がいる。あ、ありがとうございます。そしてありがとうございます。じゃあ C 地で行こうかな。え、だから敵めちゃくちゃなんか後ろにいない？なんかすぐ回り込まれてない？気のせいか。あいや、負けた、これは負けた。くそ、ションベ行くか。よいしょ。勘が戻らねえな、やっぱり久々すぎて。新しいマップってのも相まって、ちょっとなかなか戻んねえな勘が。スナイパー使いたいんだけどな。
アラスか。じゃあこのマップはスナイパーでいいわ。このマップはもう慣れたもんよ。任せとけ、とりあえず。もうとりあえずこれは F 地点を取るゲームだから、特にこのマップは、このマップは F 地点の争奪戦のマップだからね。とりあえず D 地点、ちょっと他の分隊員はそっち行っててくれ。俺は F 地点に行くぞ。断固拒否して F 地点を取る。これもう F 地点を取るゲームだから本当に。この辺にちょっとビーコン耐えとった方がいいかもしれないな。 F 地点近くに。この辺ならワンチャン敵も気づかんやろ。よし、で多分ほら敵も F 地点取り来てる。そうそうそう、だから変わんないよ。だから俺は何も変わんない。グラセフやれって。今のグラセフだって面白くないじゃん。でパンイチと出会った時のそのグラセフのあれはないよ。それプレステ3の時に出会ってたから、それはない。そう、うるさいやろな。ああ、セッションのみんなよろしくなーとか急に言って、じゃあ今日も始めますとか言いながらやってくからな。セッションのみんなハテナマーク浮かんでたろうな相当。ダクソはもういいじゃん、だって FPS やらせてよ久々に。 OK、 今 F 地点に人いない。チャンス、チャンス取れるぞこれ。ダクソはいいじゃん。うわ入ってきた。うわいたな、今なんか動いたな。そこで誰も F 地点来ねえんだな。今の BF 変わったん。ちょ、誰か早く来て。 F 地点で早く来て。よし、ナイス。よし、いざ。手榴弾で止め。ナイスキル、ナイスキル。よしよし、いいぞ。うわあ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、くっそ、ちょっと便乗したせいでやられてしまった俺まで。マジで今の BF って F 地点取らないの。アラスで見事にやられたな。まんまと敵の策略にはまったな感じがする。今のアラスってそうなん。 F 地点取らないんだ。この小屋の中敵いるな。今なんか赤点出てたもんな。いないぞ。ちょーマジで、マジで F 地点取らない気これ。俺は行くぞ。よしよしよし、あ味方も来た、他の分隊も来た。ナイス、戦闘車両乗れない、相変わらず乗れない。よし、F 地点無力化。あん、めっちゃ引いてくるぞあいつ。狙ってるな、なんか。よし、 F 地点ゲット。
get down. You did my world. Who did say tonight? 気持ちいい。気持ち悪い。落ちた。あれ、弾薬補給はどこだったっけ？ぬ？ないな。ないな。あ、ちょっとあの辺だ。ちょっと一応スモーク、スモーク、フラグ？あった。よし、ナイス。フレアか。フレアが一応補給しときたい。C 地点が奪われた敵に。とりあえずフラグ、フラグじゃなくて、フレア、フレア焚いていきます。トーン。どうだ、敵映んないな。でもC 地点確保か。じゃあこっちから攻めてくるやつ。いないな。最近の VF の攻め方がわからん。E 地点、あ、やべ、 F 地点取られる。 F 地点に敵がいる。めっちゃいるな。うわ、くそ。けどまあフレア焚いた。スポットしたら味方が気づいてくれるはず。で、まだ近くにビーコンがある。よし、ナイス、ナイス、ナイス。めっちゃいるやん、めっちゃいるやん。ちょっとそんなに、そんなに勢ぞろいで来られたら困るが。まだ大丈夫、まだビーコンある。よし、またいるんだろう、どうせ。どこ？いた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 なんでだろう。初心者が多いのか。あ、ほら、敵スポットでどんだけ敵スポットしてるかっていう。そうなん。いや、 F 地点だろう。なんせアラスはだって F 地点取ったら勝ちだから、本当に。ちょっとまあとりあえず近い D 地点だけ奪っとくか。なんか手榴弾がなくなってる。ああ、そして入るか。ナイス、ありがとう、ありがとう軍隊員。聞こえてるならありがとう。マジで F 地点は取らなきゃダメだよ、本当に。アラスは、ちょっと待って、弾薬補給しよう。フレア、フレアがないと。よし、ナイス。あーんじゃない、そっちじゃない、それじゃない。弾薬どこ、弾薬どこ、
弾薬はない。まあいいや、とりあえず、あ、F 地点確保してるね。オッケー、ナイス。とりあえず一箇所 F 地点に近づく。いい感じだけ置いとかないと。これだけはあのアラスにとって、アラスのあの何スナイパーの重要な役割って F 地点にふあの何フレアを焚くのと F 地点の近くにビーコンを置くの、これだけだから。本当にこれだけしてればあの神って呼ばれる。本当に BF5 はそういうゲームだから。よし、ここだな、とりあえず。で、ああ、そうか、フレア何だったっけ。ナイスキル、ナイスキル、いいよ。いやー、いや、思い残すことはいっぱいあるよ、やっぱ。まだ、まだ、まだ俺は戦える。何度でも。あるよ。死ぬには早い。そんな気がする。あ、は、は。よし、粘膜を頼む。できるだけ急いでくれ。なんで俺だけかね、本当に。なんで、あ、ああ、接近中、ありがとう。蘇生、ナイス、蘇生、ありがとう。ありがとう。よし。C 地点近くのフレアを焚きます。ドン。敵いないな。もうちょっと奥に行くか。C 地点敵ありません。ちょっとしばらくキルしてないよね、俺もしかして。ちょっと待って、スコアボード、ゼロキル7です。あー、ちょっとやりすぎたな。ちょっとはしゃぎすぎたかもしれんな。ちょっとはしゃぎすぎた、反省はする。反省しよう、とりあえず。結構僅差だな。あー、いかん、 F 地点が取られそう。 F 地点に戻る。まあな、確かに切るだけが仕事じゃないよ、コンクエスト。旗取りにいくら絡めるかだからね。フレアを焚く。この辺はいない。 F 地点クリアかな。敵へなし。よしよしよし。ちょっと待って、蘇生に入る。お前はまだ、あ、お前はさっき助けてくれたやつ。恩をちゃんと恩で返す。ガン、ちょっと待って、敵がいる。いや、まだまだまだじゃない、だってまだじゃない。もういいの、もう役割果たしたの俺。ほうなん、やんや。
34。これ開けたら2リットル、2リットル。あ、ありがとうございます。そしてありがとうございます。ビール 2リットルって意外とすぐだな。意外とへっちゃらだな。いやー、小屋の中いる。小屋の中いるぞ。 F 地点の小屋の中いた。そっから今旗の近くにいたぞ。大丈夫、 F 地点はまだ。まだ大丈夫。わあ、敵に取られたか。暴行はパンパンになる、確かに。うわっ、ちょっと待って、ちょっとぐらいキルした方がよくない？俺もしかして。役割果たしてんのか俺。にゃん。まあ確かにな、平和主義なのは確か。確かにグラセフでも平和主義を貫いてたからな。俺はあまりデスマッチとかに参加しなかったし、平和主義なのは確かだ。いかん。ちょ、分隊員ちょっとここで湧いてくんない？いや、存在学とか言うなよ。そんなこと言うなよ。よし、まあ確かにな。だから今言うのお父さんたちはなんかそういうのを禁止してるんだよな、ツイッターとか。確かにそれは間違ってないとは思う。こんなん見てたら今言うが歪んでしまう可能性があるから。お前は今いいよ。え？お前は今いいよ。知らんかもしれんけど、今いいわな。いいやつなんだよ本当に。そうだぞ、最近の子供も大変なんだぞお前。親にあんなの見るんじゃないって言われてまあでもそうだよなって俺も思っちゃうっていう。何も言い返せないのが悔しい。F 地点いるぞ。よし、よっしゃ。よし、まあいいだろう。まあスポットアシスト入った。スポットは焚いてるから、まあ役割は果たしてる。あ、蘇生、蘇生。こっちこっちこっち。あー死んだ。ちょ待って、これさすがにもうそろそればっかりじゃきつい。ワンチャン敵を倒せないと。これ末期だろこれ本当に。チーム内でも最低でも1キルしてるやついるからな。0キルはちょっと待って、0キルはさすがにちょっと
後々問題があるから、ちょっとさすがに1キルはしたいところ。頑張る。感じ。ちょっと待って。そうね、こう愛が溢れすぎて人を殺傷できないのかもしれない。俺は人を殺せない人間になってるのか。ちょっと待って、いやいかん、まぐれでもいいから1キルはしとかないとさすがに言い訳できないからな。とりあえず B 地点を攻める。いたいたいた、えどういった、ちょなんか変な坂登れよ。は？うざ。よし、切る。うー。危ねえ。それすらも蘇生が入る。あ、でもなんとか1キル、1キルしましたね。よかった。なんとか1キル。なんとかチームに貢献できたと思う。ナイスキル。あーんとか言ってる場合じゃないよ。ありがとうございます、蘇生ありがとうございます。あ、やっぱ敵だったんだ、岩だと思ってた。仮装、セルフ仮装。ありがとうございます、毎度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 、あの分隊員にはお世話になってます。マイカーです。ちょ、火炎放射器とかなしやん。だってそういう話じゃないやん。だって約束は違う。あ、またまたたびたび他の分隊員ありがとうございます。バリエーションが多い、死に方のバリエーションが多いってちょっと褒められてるのか、ちょっと疑惑が生まれるけどね。褒められてるのかどうか謎い。さあこのままちょっと突進で A 地点攻めるかな。ちょっと待って、もうちょっと昔の立ち回りをしながらやっていかなきゃ。本当に外事だぞ俺、本当に本当に外だからな。もうちょっと慎重だったはず昔は。もうちょっと慎重だったはずだぞ俺は。 A 地点見渡す限り敵はいない。進むか。よし、敵へなし。じゃあ俺はいい、あでも他の軍隊とかが守ってるから。 A 地点これ確保完了だね。これよしよしよし、弾薬補給とかしとこうか今のうちに。よし、目標クリア。次は D 地点ですか。あ、奪われてるね。クリアしたよ D 地点。次 B、 OK、 B 地点行く。あ、川から攻めてきてるな。だいぶ変なら、こっちから行った方が多分いいと思う。うわー、戦闘車両がいるか。
え、もういいだろそういうの。ダメだ、俺はやっぱまだスナイパーの方が活躍できる気がしてきた。キルじゃないんだよ結局コンクエは。どんだけチームの勝利に貢献するかなんだよ。なるほどな、俺が1キルを必死なように相手も1キルが必死なのかもしれない。こいつかもしかして。あ、似たような成績っていう。こいつには負けるか。たかやまりそうりゅう、名前もやばいっていう、名前もやばいし記録もやばいっていう。ちょっとこの辺ビーコン置いとこうかな。なるほど、俺が油断してただけか。あんなやつに殺されるのはちょっと腹立たしいな。いいか、これはいいか。なんとかキルを稼ぎたいところではある。ねっ、はあんなとこにやがる。殺す、俺にスナイパー対決を挑もうなんて100年早いっていうのをちょっと思い知らせてやんなきゃいけないな。位置がバレたお前は。あ、戦車は無慈悲な方向により多分スナイパーは死にました。お疲れ様でした。戦うまでもなかった。ワンチャン逆転も狙えるんだけどな。逆転も狙えそうなんだけど、 F 地点は取られそうにない。 C 地点も大丈夫、 B 地点も大丈夫だな。 D ワンチャン押し込んでるかな。これワンチャン逆転できる。あ、やべ、いい地点が、いい地点が危ない。うえ、くそ、スポットを耐えたからだいぶ戦況には加担できたはず。 C 地点も F 地点も大丈夫そうだから、 F 地点寄りに E 地点を攻めるか。いや、これ E 地点だけ取られてるっていうのも難儀な話やな。これは相手はどこでも攻め入れるけんな。これちょっと気まずいな。逆転の目はあるけど、いい地点しか取られてないっていうのがちょっときついな。ほら B と D が同時に進められてるもんね。あ、でも逆転ポイント的には逆転したするか。逆転したね、逆転した、勝てるぞ、これしのげば勝てる。うわー、ちょっと俺から近いのはいい地点だから、いい地点の援護を回りたい。
点は守らなきゃ。よしよしよし。うわーやべ、 F 取られる。何かこれ逆転、クソ逆転の逆転。お疲れ。俺も多分これが終わったら寝る。寝はしないけど、寝はしないけど終わる。頼む、ギリギリいける、ギリいけるんだけど F 地点取られてるのが痛い。極上に痛い。ここでちょっとキープしときたい。あ、ナイス。多分味方が敵をやってくれたね。これで F 地点クリアだね。よし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 、勝てる勝てる、まだ勝てる試合だ。これは勝てる試合、まだ勝てる試合だぞ。うくっそ、あ、でもアシスト入った。ナイス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 、分隊ナイス。ちょっと待って、蘇生を分隊に蘇生を。あ、来てる。ナイスナイスナイス、ありがとうございます。いつも、あー、分隊にすまない、俺のせいで。けど勝てる。月沢金さん、いけるぞ。いける、勝った。よし、もう勝った。俺もう何もしない、何もしないで勝てるんだよな、これが。よし、勝った。優越感に浸れるのも、今のうちで俺も落ちると。ああ、よかったよ。本当にゴミみたいな成績だったから、これで負けてたら俺多分だいぶ攻められてたからね。何度か勝ててよかった。よし、いや、そういう落ちるじゃないって、うん、よし、あばよ、まだな、もうちょっと練習した方がいいかもしれないな。勘が全然鈍ってない。あれだけ1キルもできない試合も珍しいからな。疲れちゃうんやで。おやすみ。バイバイ。